お待たせ、アヤ。やっとだな。うん、私たち幸せに。あ、何これ、ブーケが枯れて。アヤ、僕やっと決心ついたんだよ。アヤとは結婚できない。ごめんな。まだ夢に見るの？最悪。おはようございます。おはようございます、高月さん。あの、出社早々にすみません。ちょっと困ったことが。ん？昨夜 A 社からアプリの仕様変更の依頼が来まして。え？ A 社には今日中に引き渡しの予定だったよね。リリースを遅らせるってこと？いえ、それがスケジュールは当初のまま頼みたいって。とりあえず開発部行って何とかならないか相談してみる。あ、私も行きます。大丈夫、こっちは任せて。別で急ぎの件あったよね。そっち優先して。あ、はい。 A 社の件、高月に言ったか？はい。高月さん、頼りになるな。お疲れ様です。あれ、アヤさん、どうしたんですか？珍しいですね、開発部に来るなんて。おかり、 A 社の件で急に仕様変更がかかっちゃったの。担当の。ああ、その件ならあとは引き渡すだけでいい状態になってるそうです。え？嘘でしょ。昨日の夜に連絡来たって聞いたけど。開発の担当は不在だったんですけど、電話で連絡受けた人がそのまま仕様聞いてコーディングまで済ませたんですよ。対応してくれたのは手前の彼です、塩見遥。へえ、塩見くんね。初めて見た、新しい人？え、本当ですか？彼、入社当初は女性社員の間でちょっと噂になってたんですよ。噂？すごいかっこいい人が入社してきたって。仕事も早くて完璧なんですよね。27歳なんですけど、落ち着いてて判断も早いので助かってます。27、若いな。10歳も下か。お礼だけ言っておきたいんだけど、今って大丈夫かな？大丈夫だと思いますよ。はるか、ちょっと今いい？こちら企画部の高月彩さん、 A 社の件でお礼が言いたいんだって。急遽対応してくださったと聞きました。おかげで助かりました。ありがとう、しおみくん。ああ、はい。え？大したことじゃないですよ。そう。ああ、こういう感じ？すいません、ちょっと席外します。はーい。なんか声かけるタイミング良くなかったかな。ん？いえいえ、はるかは普段からあんな感じですよ。気にしないでください。そうなんだ。若い子のことはわからないな。ま、ひとまず A 社の件がなんとかなりそうでよかった。なあ、しおみ、やっぱダメ？しおみが来ると助かるんだけどな。あ、男子トイレからか。丸着声だな。イケメン連れてきてって言われてんだよ。俺そういうの苦手だって知ってるだろ。いてくれるだけでいいからさ。悪いけど他当たってくれ。秘書やってる年上美人も来るらしいぞ。あのな、そもそも俺年上は無理だから。顔がいいのも大変なんだな。チェー、